ットコースターのような恋愛。ジェットコースターのような恋愛？なんかモヤモヤっとした霧のようなものがあなたの心の中に立ち込めている。それがさーっと晴れて中から一人の男性が現れる。それがあなたにとって最低で最高の運命の人。最低で最高？そう、だからジェットコースターなの。何なんだろうあの占い。いいんだか悪いんだか。いいじゃんさやは、運命の人に出会えるんでしょ。私なんて2ボタンがついて回ってるってそれはあんたが顔で男を選ぶからでしょ。私なんて結婚は40過ぎてからだって。そんなのあり？私は恋愛とか当分いいと思ってたんだけどね。ネガティブだね。どうして？忘れられない人がいるとか。あ、日野春樹だ。あ、ほんとだ、かっこいいね。日野春樹。あ、恋愛したいな、日野春樹みたいな男子と。社内じゃ無理だね。どうして僕たちは離れ離れになってしまったのだろう。よーし探すぞ、四つ葉のクローバー。さやさんだね。ご両親は心配してるよ。迎えに行くから。永遠の恋人、この春約束のロードショの勤めるここホテル東洋は従業員7000人、創業一家による同族経営の大手ホテルチェーンだ。実質的なトップは専務の筒井義道、その妹のしおりは名ばかりの取締役だ。上のご機嫌を伺わないと生き残れない。出世を狙う社員たちはみんな必死だ。私には関係ないけど。遅い。イベントのある日は少なくとも30分前に出勤してこいと言っただろう。そしてこれが私の上司、柘植進、29歳。はい、すいませんでした。今日の祝賀会、来賓の到着が2時から1時に変更になってるが、控え室の準備はできてるのか。今確認してきます。なんで事前に確認しておかないんだ。それと現場を見てきたが、椅子の数が圧倒的に足りてないぞ。そうですか。あれ、なんでだろう。ぼーっとするんじゃない。
今すぐ倉庫に行って椅子を調達する。行ってきます。廊下を走るな。つげさん、やっぱかっこいいね。かっこいいなんてこいつのド S の正体を知らないから言える言葉だ。君は階段を使え。コングラチュレーションの U の字が抜けてる。こういう初歩的な発注ミスは君だな、鈴木さん。はい、もしもし、ホテル東洋イベント企画課でございます。もしもし、いらない。あ、お名前いただいてもよろしいでしょうか。お伺いしてもだ。何度言えばわかるんだ。君はバカなのか。バカなんだな、鈴木さん。死ね。次進む。お前は学校の先生か。先生か。Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Please like this name. Oh, Noel, welcome back to Japan. Thank you. It's great to be back.So, your child is allergic to dairy product, correct? That's right. Thank you. Much appreciated. You are very welcome. So, with the vegetables, they're all organic, right? Well, please let me check. Okay. このクラスのお客様はオーガニックにこだわりが強いんだ。事前に確認しておかなかったのか。すいません、アレルギーのことで頭がいっぱいで。同時に2つのことに注意できないのか。君の脳の容量は犬以下だな。犬？有機野菜を扱ってる第一農産、閉まるまであと30分ある。アニメ映画バックカッパーの制作発表パーティーにお集まりいただき誠にありがとうございます。この映画は This product is made with organic apples from Aomori. Thank you. It looks delicious. Please take as a present. Oh, thank you so much. They look amazing. Thank you. Enjoy your meal. Thank you.主人公としたエンターテインメント映画です。事前の確認が万全だったら走らなくて済んだんだ。効率が悪すぎる。たくさんの魅力的な仲間たちと出会います。そうですよね。リーダー、フランケンシュタイン、ドラでも犬にはここまでできないと思うけど。後で話があるよ。イベントホールで待ってなさい。この世界に明るい希望。注意は手短にお願いします。脳の容量が犬並みなんて。犬並みじゃなくて犬以下だ。君は記憶力も悪いんだな。それで何なんですか。僕と付き合わないか。
付き合うってどういう、ちょっとそこまでとかそういうんじゃなくて、男と女のそっちの方の、そんなダジャレ言って面白いか。付き合うって言ったらそういう意味だ。え、それは私を好きだってことですか。そうは言ってない。ですね、ちょっとよくわかんない。今は好きじゃなくとも付き合ってみてお互いに悪くないと思えば結婚の可能性もあるということだ。結婚僕は無駄なことに時間を割きたくないんだ。実は海外転勤の希望を出していてね。再退社の方が希望が通りやすい。一緒に仕事をしてみて分かったんだが、君は呆れるほど容量が悪いが、打たれ強いし適応力もある。さっきから聞いてれば、それって全部自分の都合ですよね。僕のことが嫌いなのか。いや、柘植さんは上司ですから、好きとか嫌いとか意識したことは。じゃあ意識してみてくれ。え、柘植さんが付き合おうって、どんな顔で言ったの。え、やったじゃん、有料物件だよ柘植さんは。え、どこが。あんな嫌なやついる。人を小バカにしたみたいな嫌みったらしい言葉遣い。早稲田の整形出てます、頭いいんですみたいな態度。でも普通新卒は営業か地方に回されるのに、最初から本社勤務とことはエリートコース、目黒に 3LDK の持ちマンション、高身長イケメン、性格以外悪いとこないじゃない。社内見渡したって、他はほらろくなのいないじゃん。柘植さんは文句なしで A 判定、しかもフリー。これは買いだよ。さやんち両親海外赴任中なんだし、連れ込んじゃえば。リリカはいつもそれで失敗してんでしょ。さや的にはどうなの。え、いや断るよ。断る、社長だ。何言ってんの。お疲れ様でした。昔な、俺の師匠、忘れられない人がいるなんて恥ずかしくて言えない。昔々儚く終わった私の初恋の相手、それは鈴木さん。あ、はい。これ今日のゲストの雫美津美さんのお忘れ物、ロイヤルスイートにお泊まりだから、あなたお届けに上がってくれる。わかりました。悪いわね。何？イベント担当の者です。お忘れ物。こんなのマネージャーに渡しとけばいいじゃない。気が利かないのね。
なんだ君か。あの、付き合ってください。あ、これからずっとっていう意味じゃなくて今夜はっていう意味です。あ、違います。今夜はって言ってもあのそういう意味じゃなくて、あの、もういいです。いいよ。へえ、日野春樹と付き合ってたのか。って言っても中学の時ですけど、小中と同じクラスで家も近所だったんです。でも春樹のお父さんがアメリカに転勤することになって、私たち別れるのがどうしても嫌で駆け落ちしたんです。駆け落ちってレトロだな。本気だったんですよ私たち。二人で電車に乗って軽井沢まで行って、すぐ大人に捕まっちゃったけど、中学生だったけど子供だったけど、でも本気だった。春樹はいつかさやを迎えに行くよって泣きながら言ってくれて、その言葉を信じて待ってたのか。バカですよ。そりゃバカですよ。私は向こうはとっくに忘れてんのに、私だけその言葉信じて、数少ない恋のチャンスも逃して、彼氏いない歴8年で挙句にこんな最低な振られ方して、どうせ頭のいい柘植さんには分かんないでしょ。あなたなんてあれでしょ、モテるからって適当に軽く恋愛して軽く遊んで、こんな大人のバーで恋とか語ってんでしょ。お客様、申し訳ありません。もう少しお静かに。すいません。まだ彼女の話が終わってないんだ。同じのもいっぱい。はい。私なんか14歳で成長止まっちゃって、もう男の人となんか付き合えない。じゃあこうしよう、君が恋愛できる体質になるまで俺とリハビリしよう。誰でも思いつくような平凡なプランばかりだな、うん、それと誤字脱字が多すぎる。書き直し。はい。恋のリハビリするんじゃないんですか柘植さん。ああ、鈴木君。はい。今年のバレンタインキャンペーンのゲスト、日野春樹と久保田理恵に決まった。事務所対応は君に任せる、うん、はい、ね、日野春樹。来るぞ。わー、春樹博士。あの、楽屋前には私がやっていいかな。みんなで決める。日野春樹はファンにとっては恋人です。ですからお客様の手作りチョコを抽選で春樹さんにプレゼントするって企画はどうでしょう。ああ、面白いかも。いいですね、それ。
ちらホテル東洋イベント企画課の鈴木です。当日の段取りのことなんですが、明日お打ち合わせできますでしょうか。皆さん、魅惑のバレンタインのチケット完売ですよ。あとは当日を待つばかりです。おいおいおい、鈴木君。はい。久保田理奈の事務所から連絡があって、イベントに出られるのは夜の7時までだって言ってきたぞ。え、9時までじゃないのか、イベントは。はい、その日は終日スケジュールをいただいてるはずです。メールもしたんですが。ちゃんと口頭で確認したのか。すいません。どうするんだ、払い戻しなんかしたらどれだけ損害が出るか。彼女にはまだ無理だったんですよ。甘ったれた新人が相手だと思って舐められたんでしょう。ああ、どうすればいいんだ。挽回させてください。何とかしてきます。お願いします、社長に会わせてもらえませんか。社長忙しいんだよね。お願いします。いや無理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 。お願いします。いや無理だって。あ、社長、久保田理奈さんの件何とかなりませんか。しつこいんだよ君は。お願いします、久保田さんに会えるのを楽しみにしてるお客様を裏切りたくないんです。悪いね。でももう決まっちゃったことだから。お願いします。ダメダメ。社長ちょっと。なんだ。すいません、ちょっと。いやー悪かったね。いやね、うちもお宅のホテルとは付き合いも長いし、なんとかしましょう。本当ですか。うん、ありがとうございます。ね、ありがとうございました。あ、柘植さんですか。今 OK 取れました。ちゃんとミスは取り返しましたから。ミスは取り返すのが当たり前だ。でもですね、あ、何よ。それでは春樹くんに手作りチョコレートのプレゼントどうぞ。春樹くん大好きです。ありがとう。どうですか、渡した感想は。信じられないです。3日前にその大好きだった男の子を遊びに誘って、二人でもうすごい仲良く、もう笑いも絶えないし、もう絶対告白したら付き合えるでしょ。口で言えばいいのに。ハルキ、ちょっと返して。ちょっと返して。いいじゃん、俺にくれるつもりだったんだろ。そうだけどさ。立派になんかなっちゃってないですよ。驚いたよこの前。え？あれやっぱり気がついてたんだ。うん、もうやっべえって思った。あの女優さんとはその後順調にお付き合いなさってるんですか。別に付き合ってないし。それよりお前は彼氏とかいいの。
いますよ、私にも付き合ってる人くらい。うん、あの人です。あの人。あ、違います、あの人じゃなくて、あの、あそこの、あの、メガネの柘植さん、柘植さん。相手にされてねえじゃん。そうじゃなくて、ああいう人なんです。っていうか、やめろよ、そう言って担任みたいに喋んの。友達だろ。友達？そうだよね。制服似合ってんじゃん。頑張ってんなって思ったよ。テキパキ仕事して。さやも大人になったんだな。うん。おはようございます。おはようございます。ホテル東洋の鈴木です。昨日は久保田里奈さんのおかげで大盛況でした。そのお礼に参りました。社長ですね。少々お待ちください。はい、どうも。いや、さすがに参ったよね。藤井さんも大変ですね。わかる？わかってくれる？しかし、ホテル東洋の柘植にはやられたな。うちの社長言いなりだもんな。にしても、なんで社長がリニアと不倫してるってバレたんですかね。社長はどこなんですか。この女だよ、二重院久子。柘植と昔付き合ってたらしい。これが柘植さんの元カノ。ユーロ圏内の去年10月から12月の。最低ですね。仕事のためなら元カノでも何でも利用するんですね。でもって私が頑張ってるのを陰で鼻で笑ってたんですよね。私が寒空の下で社長を待ってる間にもう話がついてたってことですよね。ねえ、そうですよね。大体あんな有名人と付き合ってたくせに次は私ってなんか変ですよね。あ、別に変じゃないのか。次の次の次か知りませんけど、なんで私なんかと付き合おうと思ったんですか。え、遠く見る目に風が映る。いつかそんなことがあったね。秘密が多すぎるんですよ。ねえ、聞いてます？なんで私なんかと。どこ行くんですか。え、ちょっと。あの、なんですか。要するに何が言いたいんだ君は。いや、あの、だからなんで私なんかと付き合おうって言ったんですか。人のことはバカにしてるんですか。バカにはしてない。え、なんでそんなに自信がないんだ。理由は最初に説明したはずだ。俺は君でいいと思ったから付き合おうって言ったんだ。君でって何ですか。いいですよ、別にその程度の気持ちなら。私だって別にはっきり OK したわけじゃないし、リハビリって言うからまあそういうのもありかなと思って。何を一人でカッカしてるんだ。だから
全然わかんないんです。つげさんが私のことどう思ってんのか。口がへの字なんだよな。もっとこう口角が上がんないかな。つげさんと個人的にお話ししたいなって思ってたんですよ。私も将来のことで悩んでいて、お話聞いてもらえたらななんて思ったり。チーフどうなさったんですか。ちょっとごめんなさい、ほっぺが痛々しい。あー帽子が。いいから構わないでくれ。待ってください。つげさん、あれ母の形見なんです。つげさんのためにかぶってきたのに。相変わらずモテてるね、つげさんは。最低よ、あんなやつ。あのね、さや、昨日課長が酔っ払って言ってたんだけど、あの騒ぎの時、さやを北海道のホテルに移動させて責任を取らせるって上が言い出したらしいの。でもそれを止めたのはつげさんなんだよ。え？そうなの？うん。でもなんかムカつく。あんなにプライド高い人が自分から別れた彼女に会いに行くなんてよっぽどのことだよ。それってさ、全部さやのためじゃん。私こうやってつげさんと二人きりになれるのすっごい嬉しい。あっちあっちあっち。眼鏡取るとこんな顔なんだ。どういうつもりなんだ。なんでこんなに手を焼かせるんだ。俺が湖に飛び込むなんておかしいだろ。柄じゃないんだよ。だったら飛び込まなきゃいいじゃないですか。だよな、飛び込まなきゃいいんだよな。私も別に追いかけなくてもよかったんですけど。気になったんです、他の子が柘植さんのそばにいるのは嫌なんです。特に目の前でキスなんかされると。
君は本当にバカだな。気持ちが入ってなきゃキスとは言わない。おはようございます。おはよう。失礼します。あ、もしもし、柘植さん。あ、あの。用件は何だ。あ、いえ、何でもないです。なんでなんで。盛り上がってるのは私だけってこと？あのキスは何だったの？鈴くん。はい。イベントの進行表チェックしといて。7時、外堀通りの八重洲ブックセンターにて。さや。バカ。手離すな。
ちょっとくすぐったいです。ぐにゃぐにゃするな。私たちって付き合ってるんですよね。当たり前だろ。じゃあわがまま言ってもいいですか。今度は昼間にデートしたいなって思って。例えば、ドライブとか、あ、遊園地とか。遊園地？あ、子供っぽいですよね。いいんですいいんです。いや、いいよ。遊園地だろ。大丈夫。つげさん、もしかして高所恐怖症だ。え？だったら言ってくださいよ。知ってたら遊園地に行きたいなんて言わなかったのに。いや、俺にも男の意地がある。好きな女の前で弱みを見せたくない。好きな、もう一回言ってください。二度言う必要はない。私のどこが良かったんですか。取り柄のないとこかな。何ですかそれ。取り柄がないのに平然としてるとこだよ。あ、そっか。つげさんは怖がりだからミスしても平気な私が頼もしく見えたんですよね。俺は怖がりじゃない。いじっぱりですね、つげちゃん。なんだその言い方。海外に日本車が走ってるのは当たり前ですよね。うん。だったら日本の旅館が海外にあってもいいんじゃないでしょうか。海外にも日本のおもてなしをってやつだ。でも旅館には温泉がつきものだよな。例えばカナダのハリソンやニュージーランドのタウボでは温泉が出ます。日本の旅館ならではの繊細なホスピタリティと癒しの感覚をその土地の特色と融合させるんです。うんうんうん、いいねいいね。さすがだね、やっぱ俺のツゲちゃんは。よし、パリに出すホテルのプロジェクトリーダー。やっぱ杉ちゃんに代わってもらおう。え？ホテルの立ち上げからサービス全般のオーガナイズ杉ちゃんに任せるつってんの。ありがとうございます。海外新規ホテルのオーガナイズは入社当時からの夢でした。来月からよろしく。あ、こっちに変なしがらみないよな。はい。え、なんか問題ある？いえ、ぜひやらせてください。何悩んでんの？自分から言っちゃえばいいじゃん。今度の土曜日誕生日なんですって。なんかそれかっこ悪くない？いかにもお祝いしてくださいって催促してるみたいで。まあわかるけどね、つげさんそういうの落とそうだもんね。じゃあさ、こうしない？その日ダブルデートしない？え？で、その時私がそれとなくつげさんに言ってあげるよ。うん。っていうか、和代彼とうまくいってるんだね。ねえ。やっと実物見せてもらえるんだ。ねえねえ、じゃあ私も行きたい。リリカはまた今度。それよりさ、誕生日プレゼントもらうならどんなのがいいの？あ、私ね、
これおすすめなんだ。え？オリジナルのデザインリング。これね、発注してから出来上がるまで1ヶ月かかるんだよ。じゃあ間に合わないじゃん。だね。あ、そっか。でもこんなのもらったら嬉しいよね。ねえ。本当にやばいから、次ちゃん頼む。気合入れてな。どうぞ。課長？どうしたんですか？いや、松下さんさ、シドニーのホテルへの移動断っちゃったんだよな。娘さんの受験があるからとか言って家庭の都合優先させちゃうんだもんな。ありえないよな。なんだ、しおり。また見合い？あ、しおりの兄です。あ、あの、新東京銀行の田崎守と申します。あ、これ妹のしおり。で、こっちがつげちゃん。パリのホテル立ち上げのリーダー。へぇ。あなたがあのつげ進む。じゃあ行くか。ごゆっくり。あ、すいません。いや、優しそうなお兄ちゃんですね。あら、聞こえてない。さてと、何にしようかな。もう何が？お任せします。私も混ぜて。お前、大丈夫なのか、見合いの相手。だって、こっちの方が面白そうなんだ。お酒は？飲むの？少しだけなら。あ、もしもし。うん、ミカちゃん。久しぶり。ん？今俺恵比寿で何食べようかなっていう感じだけど、こっちは？よしみちから聞いたけど、あなたできる男なんですって？いえ。わかったわかった。行くよ、インスタに。悪いやばいわ、ちょっと。何だったら白いと食ってて、ここのフォアグラうまいから絶品だぞ。あ、もしもし、まあ、すぐ行くわ。うん、私も失礼します。ちょっと、私に一人で食事しろっていうの？ご自分の席に戻ったらどうですか？お相手が待ってますよ。私が食事する相手は私が選ぶわ。うちの社員なんだから、それに従いなさい。座って。見合いの相手なんてつまんないのばっかりよ。父は私のことを会社を大きくする道具としか思ってないんだから。だったら最初から見合いを断ればいい。中途半端な気持ちで人任せにしてるから、いい人に出会えないんじゃないですか。何言ってるの？あなた、私にそんな口聞くなんて、何様のつもり？もういい、帰るわ。大丈夫ですか？ちょっと待ってください。騒がないでください。念のため病院を連れします。
聞いて、私見ちゃったの。何ですか？有名ですね、柘植さんがしおりお嬢さんと一緒にタクシーに乗るとこ。本当ですか？ショック。なんか仕事の話とかじゃないんですかね。あれは違うわ。柘植さんがね、しおりお嬢さんの肩をこんな感じに抱いて仲良さそうだったの。やだ。相手が社長のお嬢様だったら私たち勝ち目ないじゃないですか。ですよね。これからどうやって生きていこう。いいと思います。あのベビーリーフとかってどこの人ですか？こちらは全部地元の農家さん。はい、柘植です。私だけど。ああ、昨夜は失礼しました。どうしてこの番号？今青山にいるんだけど、出てこられる？仕事中で手が離せないんです。こっちも仕事よ。私、パリのホテルのスペシャルアドバイザーになったの。吉道から聞いてない？なるほど。で、何をなさるんですか？知らない。スペシャルアドバイザーだからスペシャルなアドバイスでしょ。え？あなたって家電に強そうな顔してるわよね。は？冷蔵庫買い替えるの付き合ってくれない？それは私の仕事ですか？もちろんよ。元気か？明日誕生日だよな。へえ、すごいね。今度は舞台？うん。後でさ、これにサインしてくれる？おばちゃんも今度舞台見に来てよ。招待するから。本当？うん、行く行く。おばちゃん変わんないね。ね。そうだ、ん、誕生日プレゼント。え？ゲーセンで取れたてほやほやです。かわいい。ありがとう。好きだったよな、さや。うん。ねえ、ん、二股ってしたことある？え？あ、はい、いい、答えなくていいよ。あるよ。そっか。でも二股なんてするときはどっちの相手にも本気じゃないときだよ。一人の女に本気だったら男は二股なんてしない。そっか。何、彼氏が二股でもしてんの？うん、そんなことないんだけど。なんか私自信なくてさ、すごい仕事ができる人だから、なんで私なんか選んだんだろうってずっと引っかかってて。ダメだな、自信持てよ。お前可愛いんでしょ、ほら向こうから付き合おうって言ってきたんだろ。ドーンと構えてりゃいいじゃん。ネガティブな女は幸せ逃すぞ。そうだよね。うん。横浜。横浜。歩きたくなる街か。いいじゃん、横浜じゃん。あ、いいじゃん、歩きたいじゃん、横浜じゃん。わー、先生、美味しそう。ちょっと待って。ダメだ、ダメだ。熱い、熱い。私たちも肉まん食べません？これから食事するのに食べたら腹いっぱいになるだろう。まあそうですけど。
これなんか面白そうじゃない、行こうよ。いいよ、見てきて。あ、じゃあ、ね、行こう。お、なにこれ。なにこれ。面白い。二人ともすっかりはしゃいじゃってますね。うん。いいね。こっちは。頑張って。あ、似合う。つげさんって誕生日いつなんですか？さやとの相性占ってあげましょうか。相性の占いアプリがあるんですよ。4月6日。え？4月6日って2週間前じゃないですか。そうだよ。そういうのちゃんと言ってあげた方がいいんじゃないですか。つげさんポーカーフェイスだからさや不安だと思うな。佐々木さんは？中でしょ。いないよ。嘘。本当。こっち来てないよ。嘘。いない。あれ？どこは？おかしいな。どこ行っちゃったの？さや、どこ行ったんだよ。何やってんだ、急にいなくなるな。どっか行くなら行くって言ってからにしろ。大人なんだから少しは周りのことも考えろ。やっぱり私と柘植さんって先生と生徒みたいですよね。もう私、柘植さんの考えてることが分かんない。どういう意味だ。だって誕生日のことも教えてくれないし、それにしおりさんと付き合ってるんですか。は？どうなんですか。俺は専務の命令で彼女のお守りをしてるだけだ。専務の命令には逆らえないんですか。俺の立場ではそうだ。立場ってそんなに大事ですか。みんなが二人の噂をしてるんです。柘植さんと付き合ってるのは本当は私なのに。何でも大っぴらにすればいいってもんじゃない。会社では慎重に行動しないと。柘植さんが大事なのは結局自分なんですね。さや、チェックしておいてくれ。はい。お疲れ様でした。お疲れ様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 。じゃあね。あ、さや、柘植さんのこと信じてあげなよ。柘植さん、気持ちはあっても言えない人なんだよ。柘植さんポーカーフェイスだからさや不安だと思うな。彼女には強くなってもらわないと困るんだ。え？もうすぐ人事異動があって彼女とは一緒にいられなくなる。一緒にいられなくなるって。海外に転勤するんだ。
それさやは今日話そうと思ってる。ストール拾ってくれたんですか。うん。パリに行くんですか、つげさん。そうだ。何にも言ってくれないんですね、そういうこと。言えなかったんだ。言ってくださいよ。それでも何でもちゃんとその都度説明してください。私バカだから気になるんです。しおりさんのこともただの噂だって分かってても余計な心配とかしちゃうんです。本当は君としばらく付き合ってから一緒に海外に行くつもりだった。思ったより早く転勤の事例が出て順番が狂った。それは柘植さんの理屈でしょ。俺は間が悪いんだよな。これ。これって柘植さん私の誕生日分かってたんだ。なんで誕生日にダブルデートしようなんて言うんだよ。おかげで昨日渡しそびれた。物を持つと手放すとき辛いだろう。ん？小6のときだよ。家族でクリスマスを祝って帰ってきたらうちの中が空っぽになってた。差し押さえだよ。差し押さえってどうして。親父が借金を抱えてたんだ。俺もおふくろも何にも知らされてなかった。俺はバイトしたり奨学金を利用したりしてなんとか大学まで卒業できたけど足元の地面が割れて突然下に落ちることがあるんだなと思った。君の言う通り怖がりなんだよ俺は。走り続けてないと
ダメになるような気がする。大丈夫ですよ、倒れても大丈夫です。私がこうしてるから。つげしゃ、だからその呼び方はやめ。ホテルオープンまで2ヶ月ですね。順調ですか？柘植さんがいなくてもちゃんとミスしないで仕事頑張ってますよ。和代と相田さんは10月にハロウィンウェディングをするそうです。幸せな2人を見ていると私まで幸せな気分になります。嘘です、本当はすごく寂しいし、柘植さんに会いたい、柘植さんに触れたい。っていうか既読既読って読んでるならなんで返事くれないんですか？読んでるよって何？来週は一時帰国ですね。遅めの夏休み、温泉一緒に行けるの楽しみです。やっとやっと柘植さんに会える。え、帰れない？そうなんだ、急なトラブルで帰れそうにない。そうですか、体には気をつけてくださいね。うん。あ、そうだ、10月の和代の結婚式には帰ってくるんですよね。メシェツゲシブプレ、いよいよオープンね。どう、順調？悪い、またかける。やっぱり遠距離って辛いね。向こうで何してるか全然わかんないし、なんか不安なんだよね。離れてる時こそ信じてやれよ。うん。向こうは余計な心配かけたくないって思ってるんだよ。男って仕事で大変な時ほど大事な人にそういうの言えないから。そっか。俺なんかアメリカでいろいろあった時何回もお前に電話しようとしたけどやっぱできなかったもん。さやの声とか聞いたらさ、なんかガタガタって弱い自分になっちゃいそうな気がしてさ。そうだったんだ。ん？うん。ずっと音信不通だったからさ、私のことなんて忘れたのかと思ってた。そんなわけないじゃん。俺が言いたかったのは、言葉にしなくても男はちゃんと思ってるってこと。さやの彼氏だってきっとそうだよ。そうかな。ありがとう。うん。
じゃあね。じゃあね。あ、そうだ。ん？今度舞台見に行くね。ああ、うん。頑張ってね。もう。じゃあ。うん。相田さん、ほんとよかったよね、和代と結婚できるなんて。さっきさ、ちらっと会ったんだけど、うん、もうずっとそわそわそわしちゃって、すっごい可愛いの。大丈夫かな。あ、でもさ、和代が結婚するってことは、お正月の占い外れたってことだよね。だったら私にもいいことあるかな。そうだね、きっといいことあるよ。ね、メール、つげさんから。つげさんと会うの半年ぶりだから舞い上がってんでしょ。勝負下着履いてきた。やめて。おめでとうございます。ありがとうございます。ほんと若い人から順々に結婚しちゃうのもう嫌になっちゃうわ。次は鈴木さんかしらね。いやいやいや、そんな私はまだ。だってこれあなたでしょ。ほら、どう見てもこれあなたじゃない。芸能人の方となってすごいじゃない。羨ましい。さや、あ、さやだ。なんで、何これ。これ日野春樹ってうちのイベントに呼んだ俳優だろ。困るんだよなこういうの。おそらく何かの誤解だと思います。なんでわかるの。彼女は私の部下です。こんな軽率なことをする人間じゃありません。うん、分かった。まあいいや。それよりちょっと話があるんだよな。三人で飯行こう。あの、今日は部下の結婚式なんですが。それって俺より大事？本日は僕とカズピョンの結婚式に集まっていただきましてありがとうございます。本当にあのカズピョンがすごい綺麗で、そんなカズピョンに一目惚れして。つげさん来ませんね。本当久しぶりにお会いできるの楽しみにしてたのに。どうなさったのかしら。今でもずっとお祭り気分なわけなんですが、こういう結婚式も普通ではなくてハロウィンという形で皆様の記憶に残るような。私結婚式をうちのホテルであげるのは嫌。え、豪華客船を貸し切って船上パーティーにするの。それが終わったらそのまま太平洋一周のハネムーンっていうのもいいわね。ダメだよそんな時間がかかるの。え、つげちゃんは俺の右腕なんだから2週間で手を打ってくれよ。1週間？うん、短いわよ。あの、私としおりさんが結婚する前提のお話になってませんか。そうだよ。つげちゃん、そのつもりじゃなかったの。すいません、専務。私には付き合ってる女性がいます。ああ、あの子でしょ？日野春樹と写真撮られてた子。いや、そうなの？あの写真見た時のあなたの反応が変だったから、すぐに分かった。よく分かるな、お前は。
私は勘のいい女なの。でもあなた半年間も留守にして彼女のこと構ってあげなかったんでしょ。日野春樹みたいな男が近くにいたらブラッと来るのが女心なんじゃない。松下さんと違って柘植ちゃんはバカじゃないんだから分かるよな。男にとって恋愛と結婚は別なんだよ。さや、ちょっと何やってんのこんなところ。人に見られたらまずいでしょ。謝りたかったんだ、あの記事のことで迷惑かけたんじゃないかと思って。どうした？何かあったのか？今日友達の結婚式で柘植さんも来るはずだったんだけど来なかった。電話も出てくれないの。きっと誤解してんだよ。俺謝るから一緒に行こう。タクシー、タクシー、タクシー、タクシー。ちょっと待っててくださいね。セブン、タクシー止まりました。大丈夫ですか？じゃあ次じゃあ。チャンスだ。勝利はお前に任せたから。セブン。いいから早く乗れ。チャンスだ。ほら。じゃあよろしく。次君頑張れ。頑張れ。ご自宅までお送りします。どちらですか？ああ気持ち悪い。大丈夫ですか？でも柘植さんが家にいるか分かんないよ。いなかったら待ってればいいじゃん。気をつけてください。さや、どんな女かと思ったらすっごく普通。大したことないのね。春樹、春樹、ちょっと何やってんの。帰ろ。ちょっとやめてよ。さや、お願い帰って。私柘植さんと二人で話したいの。今日は帰っていただけますか？はい。ごきげんよう。なんでしおりさんといたんですか？君はなんでやつといたんだ？それは…あの男とはもう会うな。できません。どうして？友達だから。弱ってる時は助けてあげたいし、恋人じゃないけど大切な人なんです。恋人じゃないけど大切な人か。わからないな、君の考えてることは。わからないのは私の方です。半年ぶりにやっと会えると思って楽しみにしてたのに、なんでしおりさんと。俺は彼女に何の恋愛感情もない。恋愛感情がなくても
出世に有利なら結婚できるじゃないですか。柘植さんはいつも自分ばっかり、自分の出世、自分のペース、自分の都合。柘植さんにとって私って何なんですか。何なんだろう。私はちゃんと柘植さんの心の中にいるんですか。それがわからないから辛いんです。なんでそばにいてくれないんですか。だからそれは、私は柘植さんをもっと近くに感じたかった。手を握りたかったし、優しい言葉の一言が欲しかったの。そんな時春樹がそばにいてくれたんです。春樹は自分が辛いバッシングにあってもそんな素振り見せずに私の話を黙って聞いて元気つけてくれた。春樹は柘植さんみたいに私を不安にさせない。そうか。半年ぶりに会ってこんなことになるようじゃ、おしまいだ。帰ってくる。課長と呼べ、課長と。なんだか知らないけど御社が出たんだよ。さあ頑張るぞいや、おはよう。おはようございます。なんでいるの。帰って。ごめん、俺のせいでいろいろぐちゃぐちゃになっちゃった。ごめん。なんでそういうこと言うの。そういう優しいこと言うからいけないんだよ。春樹は
明日の朝早く出るよ。明後日から軽井沢でドラマのロケなんだ。そう。おやすみなさい。東京駅まで送る。いいのか。うん、大丈夫。その代わりこれ着て。ん？お父さんのだけど。お父さんのジャケット意外と似合うね。じゃあね。やめた。もう我慢するのやめた。あんなやつにお前を渡したくない。一緒に行こう。ダメだよ。友達じゃなくなっちゃう。それでもいい。好きなんだ。今ならこうやってさやの手を握れる。俺を知ってほしいんだ。まだ間に合うならさやを、好きな俺を。
そうか。また降るみたい。お願いがあります。結婚の話、しおりさんの方から断っていただけないでしょうか。私と結婚すればいっぱいいいことがあるのに。申し訳ありません。いいわよ、私から断ってあげても。ただし条件がある。一晩だけ私と過ごして。あなたが男になるところを見てみたいの。保証はあるんですか。保証？何の？その条件を飲むとして、あなたが約束を守る保証です。私は嘘はつかない女よ。私髪なりたい。嫌いなの、小さい時から。お願い、行かないで。今だけでいいから、こうしてて。お茶入れてくるわ。思い出した。よし、探すぞ。ほら、四つ葉のクローバー。本当だ。さやも思ってること全部吐き出してみなよ。すっきりするから。すげ、進むな、バカ野郎。人でなし、わからずや。超ド S のド変態。なんでわかんないの？なんで信
ごめんね。謝んなよバカ。いいのかあいつで。あいつ多分お前より仕事が好きだぞ。私分かったの。柘植さんの中での私の順番じゃなくて、私の中の柘植さんの順番なんだ。私ずっと待ってたんだ。四つ葉のクローバー持って春樹が迎えに来てくれるの。でも四つ葉のクローバーって自分で探さなきゃいけないんだよ。あるって信じて自分で見つけなきゃ。あと春樹、あなた私と寝たのよ。これが証拠。今からあなたと私とでお父様に挨拶に行くの。そんなわけにいくか。じゃあこの写真あなたの彼女に送っちゃうけどいいの？しおり、迎えに来てやったぞ。え？嘘。え、嘘でしょ？進むさんと筒井社長、長女しおりさんとの婚約が正式に発表されました。お祝いメール受付中ですって。こんなのある？このメールは君が送ったのかな？いえ、何ですか？メールは私が送ったの。みんなに祝福してもらいたくて。私この人と昨夜一晩一緒にいました。本当か柘植君？それは結婚するまでは身を慎めなんていうほど私は古い人間じゃないよ。順序はどうでもいい。ただね、娘の願いはなるべく叶えてやりたいと思ってる。
娘をどうかよろしく頼む。しおりと結婚して俺たちの一員になるか、そっぽ向いてここから出ていくか、二つに一つってこと。さあどっち。おい、みんな聞いてくれ。専務からのお達しだ。今日ロイヤルガーデンで急遽つげくんとしおりさんの婚約披露パーティーを行うことになった。うちの家で仕切るから至急準備に取り掛かってくれ。はい、急いで急いで、はい、はい、急いで急いで。